昨日貿易レベルの引き上げを発表した台湾ではきょう過去最多となる206人の感染者を新たに確認しました新型コロナの感染者が急増したことを受けて台湾当局はきのう今後2週間 映画館などの娯楽施設を閉鎖し屋外でのマスク着用も初めて義務付けることを発表しましたこれまで1日あたりの感染者をほぼ1桁に抑えてきた台湾ですが昨日は180人、今日も206人と2日連続で最多の感染者数を更新しています台北のスーパーには買い物客が押し寄せカップ麺などの食料品やトイレットペーパーを大量に購入する姿が見られました